皆さんこんにちは。日本維新の会の石原慎太郎です。私たち維新の会がこの現代平成の時代にやろうと思っている維新とは何かということを一言申し上げます。それはね、今エジプトで起こっているような流血を伴うようなああいう革命と違って静かな静かな革命です。皆さんのごく間近のご先祖のひいじいさんひいばあさんというかつての明治の日本人たちがやった明治維新というのは世界の歴史の中でも画期的なものでありました。有色人種の中で日本人だけが先んじて日本という近代国家を作りました。これは成し遂げた後明治の維新をやった人たちは明治維新のことを御一新と言いましたね。御一新というのは丸ごと世の中を変えるということであります。それまで続いていた徳川幕府による日本の統治というものは士農工商というお侍が一番上に威張っていて町で打ち水をしている女性が間違って侍の足に水をかけたら無礼者と言って切り捨てごめんなよ、そういう時代だ。それを一新してこの日本に住んでいる日本人一人一人が一人の国民として同格の資格を持つ、そういう社会ができました。そしてまあ日本は近代国家として出発したわけですけども、その後続いてきたこの日本の官僚統治というものは未だに続いているわけです。この日本の国を実際に動かして何かというと、これは自民党でもなければ何党でもない、これは国家の官僚なんですね。この官僚が硬直しているから日本のこの日本の政治は一向に新しくならない。私は25年間自民党国会議員として過ごしてきましたが、18年前に愛想を尽かして自民党は辞めました。この官僚に支配していると日本の政治でも変えないと、日本はこのまま沈んでいくなと思って、この日本を変えるためにも東京都知事になろうということで知事に就任をしましたが、知事になった時に一体石原さん東京で何をするのかと言われましたけども、私は東京から日本を変えるんだと言いました。そしていろんなことを新しいことをやってきたつもりですが、そのたんびに日本の国の官僚のストップをやったんですね。このことはなかなかうまく進まなかった。知事が万事日本の国というのは国の役人が作った古い規格というものに統制されていて、新しいことが一向にうまくいかない。これは皆さんですね、あまり通用を感じてないかもしれないけども、実際に私とか橋本君とか東京とか大阪という日本の心臓部のような大きな自治体を味わってみると、味わってみると、ここから東京から大阪から日本を変えようと思って新しいことをやろうと思って全部国の役人が構えた障害にぶつかってことが進まない。これを私たちは皆さんに知ってもらいたい。今の日本の国政を論じている政治家の中で私と橋本君というのはかなり変わった存在だと思います。これはね、実際に東京とか大阪という大きな街を預かってきた人間が本当に味わってきた苦しみというのを皆さんに分かってもらいたいから、私は維新の会を作りました。そしてとにかくみんなで頑張ってこの国をとにかく丸ごと変えよう、維新しようということで日本の維新会を進んできたわけであります。皆さんね、今自民党の政権というのはなんか非常に人気をかぶっているようですけど、私はことさら言いたくないよ。この後藤巻さんという日本の経由な有数なエコノミストが分かりやすく説明していると思いますけども、アベノミクスというこの経済政策にいろんな欠点がありますよ、いろんな盲点がありますよ。これはね、総括してみると誰の利益になったかというと、会社供給側、つまり物を作って皆さんに売る側の企業には利益があったかもしれないけども、その結果何が起こっているかというと物がどんどん上がってるでしょ。トヨタという大きな自動車会社が今年になってから1兆8000億の利益を上げた、これ大変結構だと思うけども、これは私たち庶民国民にあまり関係がない。トヨタが儲かるのも日本が儲かったことになるような気がするけども、これは企業の利益であってですね、これが一向に還元される節がない。現に皆さん中の方々買い物をされて分かってるでしょうが、物が上がってきた、パンまで上がってきた、牛乳も上がってきた、あるいはお子さんの好きなですねウインナーソーセージもハムも上がってきた、生活の必需品がどんどん上がってきた。これはね、
経済政策は供給者、つまり物を売る側に偏っているからこういうことになる。そしてね、いろんな盲点がありますよ。この日本は国全体今985兆というべらぼうな借金を背負っている。1000兆円に近いです、国の債務があるんですけども、実際はこの国はお金がだぶついているんです。皆さんの持っていらっしゃる、ね、株券やあるいは貯金やそういったものを合わせると、国民の個人個人の金融資本というのを合わせると1515兆ある。1500兆のお金もだぶついているのにですね、この金が全然利用されてこない。役人や今まで政権を預かっては政党に支援がないから、結局金が滞ってですね、今度もアラミクスの第一弾でお金を日銀にたくさんすらしてですね、お金を増やして流通させるということで、どこ行ってるの？みんな銀行でしょ。銀行に金を渡すと結局銀行はそこで大きな赤字を作りたくないから、一番手堅いそういう金の使い方を、何をするかというと日本の国債を買うんです。国がですね、借金を背負うということで、国が必ずそれを返してくれますが、返さざるを得ないから、結局預かった大きな金をですね、日銀がいくらたくさんお金をして配っても銀行に預けて銀行の国債買うという悪い流通でしかならなかった。私は驚くことに、ね、この間私の古い友人であります読売新聞の社主の鍋常さん、有名な人だ、この人から聞いた。この間品川にある倉庫会社の倉庫のずっと眠って開かないコンテナがあるんです。何が入ってるかとっても危ないような気がした。預けてる持ち主に断って開けてみたら、なんと中に50億のキャッシュが入ってあったそうです。これ全然使われずにですね、コンテナの中に眠ってた。同じようなことがあちこち起こってるんですよ。皆さんの中にもね、いらっしゃるでしょうけども、かつての一万円札は聖徳太子だった。この聖徳太子が福沢諭吉に代わってからね、聖徳太子のままでどこかに金が眠ってる。これ日銀という会社は10円札にして10円銀貨にしろ100円銀貨にしろ、これを何千枚何万枚したかちゃんと取られてますから、聖徳太子をいくら吸ってです、これが福沢諭吉にいくら変わって帰ってきたかということをみんな押さえてますから、なんと2000億のですね、聖徳太子がどこかに眠ってるんですよ。この間もある人がもうお札が古くなったんで買いたいなと言ってゼリシーに相談して、なんとその額はある人は150億、ある人は200億というベラボーのお金を旧札の、ね、聖徳太子で持ってて、これをそろそろ買おうかなと思ってゼリシーに相談したら、これはどうやって貯めたかというと、もう時効になって追及されないでしょうけども、額は額が多すぎてですね、これ問題になりますよと言って、じゃあやめたって言ってやめちゃった。一人の人が150億、200億というお金を聖徳太子は持っている。お金が動かんで滞っている。これを動かす努力というのは一向に日本の役にはしてこなかった。自民党もしてこなかった。だからですね、結局どん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 お金が膨らんでいって、円も高くなったんですよ。それはそうでしょう。お金がダブルで使わない国円というのは強いに決まっているから、アメリカの国債紙切れになるかわからないから、結局円高になっちゃった。これ今の跳ね返りで円安になっていく、これはある意味で結構だけども、しかし結果としてですね、輸入するものが上がってしまって皆さんの家計に響いている、これが現実です。まあ、こういう点については、ね、藤巻さんが詳しく話するでしょうけども、皆さんね、今度の選挙で一番の争点だという憲法について皆さん一つ考えていただきたい。この憲法はいろんなところに間違いがありますよ。全文からしてね、おかしな話ですよ。こういう文章がある。平和を愛好する諸国の公正と真理に信頼して、そしてうんぬんぬんで日本は、ね、戦争しない、軍隊を持たない国になっちゃった。平和を愛好する諸国ってどこですか？日本の、ね、国境を接している北朝鮮、私たちを300何百人ですとにかく連れて行って殺した。返さない。ロシアは日本の領土を奪ってしまって一向に返さない。年中、要するに領空、領海侵犯している。隣の中国は、これは日本の尖閣をですね、奪おうとしてとにかくどん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 侵犯してきて、そのたんびに官房長官は何を、非常に遺憾である、冷静に話をしますよ、何にもできないで、どん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 国土が侵食されている。私はね、このままでいくと下手をすると日本はシナの属国になるんじゃないかと本当に懸念してます。下手をするとね、あのチベットみたいになりますよ。私はこの間18年ぶりに戻ってきた国会で代表質問で予算委員会で安倍君に言った。日本は力があるんだから、
昔の侍みたいに夜は切るとって刀の小口をパチンと切ったのどうと、刀を抜いてしまったら偉いことになるんだけど、力があるんだから夜は切るぞ、小口を切りなさいよって言ったら、とっくに切ってましたけど、一向に切ってないじゃないですか。私は持ち主が売り買いって言うから、あの尖閣諸島、それじゃ東京で買おうと言った瞬間に16億のお金が集まった。中には東北のおばあさんがですね、1人1万円出してくれと、みずほ銀行はうちの村にないから1時間バス乗って隣の町まで行ってお金を送りました。こういう人たちがね、日本の国土を守りたいということで極印したお金は一向に政府は使えない、使おうとしない。私はね、こんな国になって人と言えば憲法だと思いますよ。これはね、9条に問題があるけど、それ以上皆さんね、大事なことは皆さんの納めている税金が何に使われているかさっぱりわからない。逆に言えばですね、勝手決まりにこれを使って無駄なことをして、それを担保してるのは何かというと日本の憲法なんです。憲法の90条にね、こういうことがあります。この国の決算、この国がですね、政府が税金をうまく使ったか使わないかということを調べる決算は、会計検査院がこれをする。そしてその報告を政府は次の年に議会に提出しなくてはいけない。提出するだけなんです。税金をいかに政府がうまく使ったか使わないかということをね、これは国会が調べて決議しなくてはいけない。これが憲法でですね、そういうふうに歌われているから、日本は勝手なことを政府がして、役人がしてきて、欲しいままにさせてきた。私はね、皆さん案外ご存じないけども、ちょっと難しい話になりますが、日本の会計制度だったらご気づきにならないけども、家庭の主婦がつけてる家計よりもっとお粗末なんです。財務省と同じでね、どこの国もとにかく発生主義、福祉主義でやってるのに、日本はね、北の隣の北朝鮮、あるいはパプニューギニア、フィリピンと同じように、いつまだに短縮部で大副省に毛が生えたみたいなもんです。この国はバランスシートがないんです。財務省票がないんです。この会社の株を買おうか、そろそろ売ろうかの判断する書票、そのための手がかりはない。会社が出している財務省票です。それを見て皆さん、この株か買わないか売ろうかと決める。この国の、ね、財政がどうなっているか調べるためには、財務省票はこの国はない。バランスシートがないんです。こんな国は、世界の先進国は日本しかありません。これをね、ちゃんと保障してる日本の憲法は、これはおかしな話でしょ。皆さんが政治を預けてる政府が国の役に動かされて、この役人がですね、今度のアベノミクスの草案を作った、この連中は税金をいかに無駄に使って構わないかということを保障してるのは憲法な。この60条を変えない限りね、国は損のしっぱなしなんですよ。こういうことをね、私は皆さんに今度の選挙で考えていただきたい。それを今日もお話ししました。ちょっと話が難しくなるかもしれないけども、これ皆さんね、自分の目で確かめていただきたい。この国はね、下手をするとチベットみたいに沈みますよ。私たちの子供たち、孫の時代にね、私はこの日本が死なの道徳になったのは本当に許せないし申し訳ないと思う。だからね、力があるんだから夜は切るとこういう人を切ったらどうだ。私はね、それ何も喧嘩をしろ、刀を抜いて切り合いしろと言ってるんじゃない。力はあるんですか。その力が状態的にどうかということを皆さん知らない。これはね、やっぱりみんなで考えないとこの国は下手をしてどん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 沈んでいくでしょう。私はそれが怖いんです。だからね、この平成で本当の維新をやろうと、ご維新をしようと、そのためには国の官僚がね、この国を全部動かしている、この政治のシステムを変えなきゃダメだと思って皆さんに訴えてきました。これ皆さん、みんなね、ご自身で考えていただきたい。あの一万円札はね、聖徳太子から福沢諭吉に変わりましたけど、この明治の尖閣者の代表的な人物の福沢諭吉は実にいいことを言っている。この言葉だけ皆さんに覚えて帰っていただきたい。それはね、痩せ我慢のせいという彼の論文の中で福沢諭吉はこう言ってます。一国は公にあらず私なり、この国どうしようか、どうやったらこの国さんとするだろうかと考えていることは、これは公事じゃない、一番大事な私事だ。そしてもう一つね、独立の心なき者、国を思うこと、親切なら私がやるんだ、俺がやるんだって気概のない人間、国家を論じてもね、親切じゃない。その親切、まあ人に親切なさい、あの親を切るじゃなし、深く切る、節々としてものを考える、そういうことがない。俺がやるんだ、私がやるんだっていう独立の心がない人間が国を論じたってね、上っぺらだけで口先ばかりでどうにもならない。私はね、この憲法の問題の今度は大きな争点だと思いますよ。しかし自民党はね、連立政権って言ってるけども、公明党は何かあるかさっぱりわからない。私は山口君その問題を詰めるというのを彼はニヤニヤ笑って全然答えない。
公明党が何を考えているか、公明党がいる限りこの憲法は一行も変わらないでしょう。あの公明党は誰を動かすか私分かりませんよ。上にいる限りもう一人かもしれないけども、この人が何を考えているかさっぱり分からない。公明党と自民党は手を組んでいる限り憲法は一行も変わらない。これ皆さんの頭で考えて判断していただきます。どうかね、皆さんね、この国をね、第二のチベットにしていけない。私たちの子供に孫に顔向けならない。その大事な選択は今度の参議院の選挙だと思います。どうかね、経済的に日本が誰かなって良くなった気がするけど、株が上がったり下がったりこんなみんながいいって自由するってのはこれ健康な状態じゃないです。これについてね、これから藤井町ともとっくり話をするでしょう。皆さんね、本当にこの国を考える、日本を立て直すってことは一国は公にあらずですよ。皆さんの一番取ってる私事なんです。この私事として今度の参議院の選択を考えていただきたい。私は自身はですね、本当に体が張って私たちもいい年ですからね、この暑い中演説しても振り倒れなきゃいいなと自分で思ってるんだけども、いずれにしろとにかく私も橋本君も命がけて体張ってやってます。この維新で本当の日本の本当の維新させてください。それ皆さんにお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。